ロナルド・バルガスは、ベネズエラ・ミランダ州、グアティレ出身のベネズエラ代表サッカー選手。ポジションは MF。2002年にプリメイラ・ディビシオンの、強豪カラカス FC のユースチームに入団。2006から07シーズンの UA、マラカイボ戦で、プロデビュー。コパリベルタドーレスにも出場するなど経験を積んだ後、2008年5月14日に、ベルギーのクラブブルージュと契約。 主力として活躍し、3シーズンで合計22得点を記録するなど活躍したが、2010から11シーズン終盤に重傷を負い、コパアメリカ2011にベネズエラ代表に招集されることはできなかった。2011年夏、同じベルギーの強豪 RSC アンデルレヒトに移籍するも、負傷に悩まされ、3シーズンで25試合の出場に止まった。 2014年7月、トルコのバルケスイルスポールに移籍。2015年8月25日、ギリシャのエクアテネ FC に移籍。2015から16シーズンは32試合の出場で11得点を記録した。2017年9月、オーストラリアのニューカッスルユナイテッド・ジェッツ FC に1年契約で移籍。2008年2月にベネズエラ代表に初招集。 2009年9月のペルー代表戦で代表戦初ゴール。コパアメリカ2015グループリーグのコロンビア代表戦でもゴールを決めた。しかし、2016年のコパアメリカセンテナリオには、左足内転筋の負傷のために召集外となった。テンプレート、キロボルトオーステンでのメンバー、ありがとうございます。